それでは今回は自分の時間、1日24時間でどう生きるかについて解説していきます。人生は時間の使い方で決まる、1日を2日にする幻の方法、人生を変える3つの時間の使い方、1週間は7日ではなく6日にしよう、一番大事な1つのことを思考する、それぞれ解説していきます。時間っていうのは平等です。1日24時間しかないです。あなたの財布にはお金だけでなく、毎日24時間がぎっしりと詰まっています。どう使うかもあなたの自由です。無駄に使うこともできます。目標を叶えるために使うこともできます。時間っていうのはお金よりも貴重な資産。このように考えてください。なぜなら時間があればお金を稼ぐことができるけど、お金があっても時間は買えないからです。人生のすべてっていうのは時間の使い方で決まります。1日24時間を毎日大切にしてください。では時間を大切にするため、人生を充実させるためには具体的に何をすればいいのか、これを絶対にやってください。早起きをしてください。早起きするだけで人生は充実します。やりたいことを実現できます。朝の1時間っていうのは夜の2時間以上の価値があります。僕は早起きっていうのを大事にしています。撮影も朝するようにしています。成功する人っていうのはたったこういった小さいことを毎日コツコツと積み重ねて大きなことを成し遂げています。あなたが時間を充実させたい、時間を大切にしたいんであれば毎日早起きをすることをお勧めします。続いて1日を2日にする幻の方法について解説していきます。1日は2つに分けることができます。1つ目の1日は外なる1日です。朝の9時から夕方5時までの8時間の勤務時間、これが1日です。2つ目は内なる1日です。夕方の5時から朝9時までの16時間、仕事以外のあなたの自由時間です。外なる時間っていうのはあなたの表舞台です。僕であればこの動画が表舞台です。一方、内なる時間っていうのはあなたの裏舞台です。仕事以外の時間、この時間を大切にすることです。僕だったら本を選んで、本を読んで本の内容を理解して、台本を書いて、レコーディングをして、サムネイルを作ったりするのが僕の裏舞台、内なる1日です。自分だけの時間です。一流のスポーツマンが成功しているのは表舞台ではなく裏舞台の時間の使い方がいいからです。人生を変えるには裏舞台の過ごし方を変えることです。まずはあなたの1日っていうのを2つに分けてください。勤務時間以外の夕方5時から朝9時までの16時間、自分の自由時間、これをどう使えばいいのか、それについて次に解説していきます。人生を変える3つの時間の使い方。1つ目は朝30分カフェに行ってください。具体的な方法です。僕は日曜日以外毎日カフェに通い続けています。僕はカフェに行って本を読んで台本を書く、このように決めています。僕の場合は30分ではなくて1日2時間から3時間はいることが多いです。2つ目、通勤時間をどう生産的に生かすかです。僕は独立前、電車の中では必ず本を読んでいました。1日2冊カバンに必ず入れていました。朝の電車の時間っていうのは没頭できる学びの宝庫だと考えることです。ただの移動時間にしないでください。3つ目、週3日の夜90分が人生を変える。仕事後、週に3回は人生を変えるための学び、行動の時間にしてください。一晩おきに意義のあることや自分が達成したいこと、勉強したいことに没頭してほしいと思います。もちろん意識高い方、人生を大きく変えたい方は毎日やることをお勧めします。続いて1週間は7日ではなく6日にしようって話をします。1週間を6日として計画を立てるべきか、7日として考えるべきなのか。結論を言うと、7日と考えるよりも6日として考えると能率が上がってより充実した生活を送ることができます。これを読んで僕は思ったんですけど、これ僕が実際やっている方法と一緒です。僕は日曜日だけ休日にしています。日曜日っていうのは人と会わないです。ずっと家にいます。自分のプライベートの時間にしています。大学生の頃、会計試験を目指していた時も日曜日の夜だけ自分の自由時間にしていました。月から土曜日っていうのは朝の6時から夜の24時まで当時は勉強していました。休日を2日ではなくて1日にすると人生っていうのは大きく変わりやすいです。週1日の休日っていうのは週6日間精一杯生きてきた人であれば本当に休日の良さっていうのは理解することができます。あなたも休日を2日から1日にする、これによって人生を充実させる、この方法っていうのをぜひやってみてください。最後は一番大事な1つのことを思考するって話話をします。あなたが今年達成したいことは何ですか？第一位の本命は何ですか？本当に手に入れたいものは何ですか？僕は大学受験の時は志望校に合格することでした。大学生の頃は公認会計試験に合格することでした。一番大事な一つのことだけ僕はずっと考えていました。どうしたら受かるのか、なぜもっと成績が上がらないのか、常に合格することを考えていました。時間は24時間で限られています。歩いているとき、寝ているとき、移動するとき、いつでも一番大事なことを考え続けてください。時間を制する人が人生を制することができます。あなたが人生を変えたいんであれば、あなたが一番大事なことを、一番達成したいことを24時間考えるようにしてほしいと思います。それではまとめいきます。人生は時間の使い方で決まります。頭の良さでもスキルでもないです。あなたに与えられた24時間の時間、これをどう使うかによって人生っていうのは大きく変わっていきます。そのために何をしてほしいか、早起きをしてください。朝の1時間っていうのは夜の2時間以上の価値があります。毎日コツコツと地道にやることが一番の近道です。早起きをしてより人生を充実させてほしいと思います。続いて1日を2日にする方法について解説しました。外なる時間、朝9時から夕方5時までの勤務時間が外なる時間です。一方、内なる1日っていうのは、夕方の5時から朝9時までの16時間もある自分の自由時間です。仕事で成功する人、一流の人が成功しているのは、表舞台ではなくて、裏舞台の16時間、この時間の使い方がうまいからです。仕事前、仕事後のあなたの時間の使い方っていうのをしっかりと見直してほしいと思います。そして、裏舞台の時間の使い方、この3つをやるといいです。1つ目、朝30分カフェに行くことです。2つ目、通勤時間を生産的に生かすことです。3つ目、週3日の夜90分。この時間を自分の人生を変える時間にすることです。続いて、1週間は7日ではなく6日と考えてください。休日を2日から1日にするってことです。週6日間精一杯生きて、週1日だけ休日を味わうってことです。これをすると人生っていうのは大きく変わっていきます。また、休日の本当のありがたさ、これを理解することもできます。最後は一番大事な一つのことを思考しようっていう話をしました。あなたが今年達成したいことは何なのか、第一位の本命は何なのか、それを明確にすることです。そしてそれが決まったら、そのことだけ24時間考え続けてください。どうしたらうまくいくのか、なんでうまくいかないのか、常に結果を出すことを考えて行動することです。あなたが達成したいことを24時間フルに考えることで、どんどんそれを叶えることができます。時間っていうのは平等です。みんな1日24時間しかないです。この時間を1分1秒大切にして、時間を使うことで人生っていうのは大きく変えることができます。いつかやるではなく、今日から時間を大切にしていってほしいと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。